インタビュアーの宮内凛です。先ほどライブを終えたばかりのヤバイ T シャツ屋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。終えたばかりですね、はい、完全に、はい、どうでしたか。どうでした、やっぱ終えたばかりすぎて、やっぱこの、やっぱこのジャーナリズム、ジャーナリズムを感じるスピード感。ライブはどうでしたか。いい盛り上がりでしたね、はい、なんかね、多分初めて見てくださる方多かったと思うんですけど、すごいなんかね、どんどん乗ってってくれて、はい、一緒に歌ってくれてね、はい、嬉しかったですね、はい、たくさん曲披露していただいたと思いますが、はい、その中でも一番これは盛り上がったなっていう楽曲はありますか。何やろ、私でも、はい、その、まあ、きっと初めましての人が多かったんですけど、はい、無線LANバリ便利を結構一緒にみんな歌ってくれたなって思って、うんうんうん、ね、歌ってくれてたね。優先ランよりバリ便利っていうめちゃくちゃいい歌詞なんですけど、はい、いい歌詞かどうか人によるんですけど、優先ランよりバリ便利、ね、という歌詞ね、みんなで歌ってくれたので、はい、すごい嬉しかったですね、はいはい、私も後ろの方で拝見させていただいたんですけど、本当後ろの方までスタッフさんとかも含めてめちゃめちゃ手を挙げて盛り上がってまして、ありがたいです、ね、はい、途中の MC もギター侍、はい、そうですね、大爆笑 MC が、はい、すごくスタンディングオベーションで、はい、私もスタンディングしてました、はい、ありがとうございます。あの時間もチケット代に含まれてると考えると恐ろしいですよ。あの時間、考え深い、皆さんあの時間にチケット代払ってると思う。本当あんま言う、申し訳ないから、あの MC いい、すごい楽しいステージ、ね、ありがとうございました。ね、今年も残り2ヶ月ほどですが、ちょっと早いんですけど振り返ってみてこの1年いかがでしたか。でもなんか今年もね、なんか初めての経験とかもさせてもらったこと結構多かったので、ありましたね、だからもう今年もなんかちょっと成長したかなと思いますね。大事ですね、はい、うんとは成長してないですけど、はい、ちょっとの成長、大事、去年はちょっと成長したかなと、はい、はいはい、素晴らしいです。公式ホームページを拝見させていただいたんですけれども、ヤバイ T シャツ屋さんの目標として、うん、テイラースイヒトさんとの対バンとの書いてあったんですけど、はいはい、実現の方はいかがでしょうか。着々着々着々、こちらも着々と進んでおりますか。おお、OK ですか。はい、でもほんまにしたいけど、ほんまにしたい、ほんまにしたいけど、はいはい、したい、そこに書いてるのは10年前に大学生やった時に書いた小ボケが残ってるだけなんで、そうなんですね、こう、あの公式の場でいじられるとすごく恥ずかしい、はい、ね、照れくさいな、うん、すごい書いた僕らが悪い、でも本当に裁判したい、そうですよね、はい、ぜひその日を楽しみにしております、はいはい、最後にファンの皆さんへ一言よろしくお願いします。今年もありがとうございます。ありがとうございました。まだ早い、いやでも、まあまあまあ、振り返りましょうよ、はい、サムライソニックすごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。また、今年あと2ヶ月と、そうですよ、来年以降も頑張りますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。成長していきたいなと思います。ありがとうございました。ヤバイ T シャツ屋さんでした。